おはようございます、小前です。ちょっと朝早く起きですね、この雨の上がったしとーっとしたところですね、散歩してですね、鳥の鳴き声をちょっと拾っていきたいと思います。ではスタート。こういう何気もない葉っぱの上の雫も非常に綺麗ですね。どうでしょうか。結構色をですね、抑えた形で撮ると雫だけが浮かび上がりますね。いろんな鳥の鳴き声が入ってきますのでお楽しみください。今日は曇りで今から雨の予報ですね。こういう道も非常に何かジブリの世界のように感じますね。すごくですね、このいろんな香りが届くんですよね。素敵な音ですね。ここのバラが素晴らしいですね。ちょっと撮らせていただきましょうか。結構難しいですね。かなり遠くから鳥の鳴き声が聞こえますね。この花も結構綺麗ですね。どうですか、色を落とすだけで非常に綺麗な雫が浮かび上がります。結構聞こえますよね、鳥の鳴き声。非
拾えてるかどうか不安ですが、気持ちがいいですね。朝散歩している方と挨拶とかですね、犬の散歩している方と挨拶、何かこう言葉を交わすだけでも非常に気持ちがいいですよね。全く知らない人と会話を交わす、まあ挨拶だけですけども、うん、そういう触れ合いもいいですよね。これは本当に鳥の鳴き声がすごいですね。川があって、ああ今見るとなんかトゾロの漫画に出てきそうですね。たくさんの小鳥が鳴いてますね。こういう大きい葉っぱにですね、雫が乗っていると非常に面白い絵が撮れるんですけどもね、ちょっとくちょくちょなので、ね、近くにはいけませんね。はい、ずっとですね、雨上がりのしとーとした雰囲気をですね、ゆっくりと歩きました。そしてこの鳥たちの声がですね、心地よく届きますよね。この鳥の鳴き声って不思議ですよね。なんか人を落ち着かせてくれてですね。そして何もない道に咲いている、まあ、葉っぱの上の雫ですね。これもですね、周りの色を落として雫だけを浮かび上がらせる。結構ハッとさせられます。皆さんもぜひ iPhone とかスマホではなしにデジカメ、本当に何でもいいので、その設定によっていろいろ試してみればですね、きっと面白いことが見つかります。やってみてください。もしこの動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次。